はい、おはようございます、坂です。でですね、今夜中の3時になります。今日ですね、こちらの食材を使ってですね、ミートソース、ボロネーズをですね、作っていこうかなと思ってます。はい、よろしくお願いします。はい、まずですね、材料の紹介ですね。デミグラスソース、赤ワイン、はい、何でもいいです。で、牛肉の、ミンチですね、合いびき買わないように。はい、ガーリックのマッシュです。みじん切りですね。玉ねぎです。はい、調理スタートです。はい、玉ねぎをですね、みじん切りしていきます。はい、いつものように鮮やかにスライスしましょう。はい、こんな感じです。まずオリーブオイルです。はい、それではここでですね、火を入れていきます。ガーリックです。ガーリックのですね、香りをよく出してください。はい、ガーリックの香りが出ましたら玉ねぎです。はい、あったらいいんで、ローリエをお願いします。はい、玉ねぎの甘みをですね、よくここで出してください。はい、このぐらいまで、炒めてください。はい、続きまして、スーパーで買った牛肉のミンチですね。はい、ここで下味をお願いします。ここでよく炒めとかないと、ミートソースがですね、ちょっと臭くなりますので、カリッと炒めます。はい、このぐらいですね。はい、よく炒めましたらワインです。たっぷり入れましょう。で、軽く、ここの液体の赤ワインをですね、詰めていきます。はい、このぐらいまで詰めましたらデミグラスソースです。これぐらいですね。デミグラスを入れましたらですね、ちょっとこう水を足してですね、ちょっとしゃばくして、ここで約15分から20分、炊いていきます。ここで炊く理由はですね、牛肉の旨味をぐっとこの液体に移すために、ちょっと煮込みます。はい、これが10分後ですね。はい、ちょうど20分経ちました。こんな感じまでですね、よく煮詰まっております。肉のですね、旨味もたっぷりと出てますね。ソースはですね、一応これで完成となります。本来ならですね、ここでナスのミートソースグラタンとかミートソーススパゲッティを作ってもいいのかなと思います。今日はですね、ミートソーススパゲッティを、作っていこうかなと思ってます。まず塩の入ったですね、お湯にパスタを入れます。はい、ではパスタを合わせていきます。はい、ブルしたパスタですね。麺にですね、よくこのミートソースを絡めてくださいね。はい、麺にですね、よく絡みましたらですね、仕上げです。チーズです。オリーブオイルです。バージンですね。ブラックペッパーです。はい、これで完成です。はい、それではかっこよく盛り付けていきましょう。はい、スパゲティを中に乗せまして、ここでソースを乗せますね。そしてバージンオリーブオイルです。でバチッとすりおろしたパルメザンチーズをパラパラーと雪のように飾りますね。うお、美味しそうですね。はい、仕上げにブラックペッパーですね。はい、これで完成となります。それではご視聴ありがとうございました。はい、いつもご視聴ありがとうございます。はい、動画がですね、面白ければ最高なコメントとお待ちしております。次はですね、私が上げているこんな動画も見ていただけたら嬉しゅうございます。それでは皆様、さようなら。